ジャーストップガンチャンネルのみっちゃんです。今日は天野家のスマトラ大平田を、はい、ボトルの入れ替えをしたいと思います。普通のスマトラ、スマトラをちょっとね、まあこれはあんまり気にしないでください、うん、ちょっといろんなのをかけて、うん、どんなサイズまで持っていけるかをちょっと実験してるのと、うん、一応2種類のボトル使ってどっちが体重乗るかをちょっと実験してる。これが1本目がこれで2本目にこれから入れるってこと？そうです。一応1本目は2例から投入して、うん、大体3ヶ月半から4ヶ月ぐらいで一応交換するような感じにしてるので、うん、まあ温度は18から20ぐらいかな。そうぐらいです。はい、18から20、わかりました。はい、それではとりあえず掘ってちょっと1回重さを全部測っちゃいたいと思います。はい、これからいくかな。なんか書いてあるけど気にしないでくださいあれ、投入日はいつ？投入日はね、ちょっと2種類あって、うん、10月、あ、これ9日って書いてあるけど多分一緒の日だったのかな。で、9日って書いてあるのと、うん、一応ここの9月28日ってグループと2つあります。うん、これ書き忘れちゃったなそういうのもありますだいたい、うん、最初の交換だと何グラムぐらいまでいってればいいの？一応60出したい。1本目で60、うん、マジでそんな行くの？本当の欲言えば70出したいけど、いや無理でしょ。70だとね、温度が本当に一定で多分18、19のとこじゃないと逆にできないかなとは感じはする。5ヶ月ぐらい引っ張って。へー、食根綺麗だね。うん、あれ今入れ替えてるのがうん、トップガンの禁止？そうです。そのタイミングあったり予約がうまく取れれば、うん、ちょっとね、中改良したりするさ。あ、この品種でこの種類のクワガタやりたい、10本ぐらい欲しいって言われてれば。あ、そうなんだ、うん、全部ツルスペだけど一応中の内容は変わってるの？内容ね、少し変える。へえ、そうなんだ。うん、でどっちでも使えるんだけど、うん、じゃあこれは平田用に作ってあるの？これ多分ね、夏の終わりぐらいだからもうほとんど大クワと一緒だと思う。全部同じのように作っちゃうと思う。絶対60いってないね。ほんと？いってねえわいや、測りこっち向きじゃないですか。やっぱ食い上げてないといかないな。ちょっと残るだけでも 43.0、うん、でも18度なら別にこれぐらいでもいいんじゃないの？いいと思うよ。じゃあ次これいきます。これはトップガン禁止じゃないね。じゃないです。これはちょっと実験用サンプルでずっと2年ぐらい使ってるので。へえ、体重は乗るんだけど、うん、やっぱ水分で重さがいっちゃうので、うん、あと容器が腐っちゃうから、初例、あ、2例からね引っ張るにはすごいいいんだけど、うん、3例入ってからがちょっと使えないさ。どういうこと？最終ボトルに浮かうボトルに。ああ、そういうことか、うん、水分が多いから半年以上すると腐ってきちゃうさ。うん、今もこれもうネチャネチャなんだけど、うん、いや、浮か用にこれ使っちゃうと浮か不全しやすくなる。しやすくなっちゃう。あ、でかい。いったかな。いかねえわいかないもんだな。52.7。これは上の方に行く。だいぶ食ってる。半月ぐらいの差でやっぱだいぶ違うね、食った量も。へえ。うん、いかないかな。あ、色はほんと綺麗だけど、ね、さっきよりかでも52よりかでかいね。50代は。あら、え、いってないんすね、これで去年より伸び悪いな。悪いですね。去年も18ですか？去年とほとんど温度変えてない。ほんとですか？時期も一緒ですか？こっちの方が遅いです。遅いですか？遅いです。へえ、なんだろう。去年のがだけどもうちょっと引っ張れてたかもしれないね。引っ張れて、夏場に冷で引っ張ってたの、うんうん、あれ温度が結構一定なんですよ、うん、冷房で。あ、夏場の冷房の温度は取ろうからね、温度。で今暖房難しいよね。難しいですね。天気晴れてる日とちょっと雪降ってるような日で全然違うからね。うん、じゃあこれいきます。もう期待薄くいこう。いや、でも別に今重くなくてもそう悪い結果ではないから。うん、まだ透明の幼虫で入れ替えするから。そうだね、見た感じあれだもんね、皮が薄い感じの
2年ぐらい前にも天野くんちのやつを入れ替えしたことあるだよな。そう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 、動画であれですよ、ね、昆虫王チャンネルが来た時の、うん、あん時だから 60g ぐらいいってたんだよね。そうそうそう、言ってたね。同じような飼育だから今回もそのぐらいいったかなと思ったんだけど、やっぱ夏場の低温と違うね、こんな感じ。ああ、まあ40代だね、これ。見た目はいいだけどね。うん、あ、お、いってるんだ。え、でも60はいかないな、 51.4。透明感がすごくて、まだあれだよ、30g ぐらいに見える。うん、そうだね。じゃあ今度こっちの前のグループいきます。これは全部同じ兄弟だから、うん、こっちとね、前側と後ろ側と違う親使ってるから。うん、なるほどなるほど、うん、親の違いで差が出たらまた面白いけど。うん、外で見るよりも食ってないみたい。本当？外側よりも？うん、あ、本当だ、ね、結構残ってるね、うん、こっからこっち、なんかやっぱあれだね、風の当たりとか温度の加減で片側に寄っちゃうんだろうね、餌食べるとか。あー、確かに俺もあれだ、エアコンルームに置いてあったあの平田が寄ってたもんな。うん、寒い時期はやっぱ暖かい側ばっか食っちゃうんじゃないかな。へえ。ゴロン、感じだな。うん、これらと同じような感じだもんね。うんちょすした。うんちょす、まあ食ってる量がそのまま重さになってるって思えば別に悪くない、うん、これもだからここまで食ってあるけど、こっち側がやっぱ残ってるから、うん、やっぱ半分ぐらいかなって感じ。うん、まあ、やってみます。でもみっちゃんさっき50とか1本目で50、60って言ったけど、うん、俺は別にそんな乗せなくてもいいと思ってるけど。乗せなくてもいいけど、今 80g 作る時代になったみたいよ。まあそうだね、たまにツイッターで見るもんね、うん、まあ、目標はとりあえず 70g を作りたいっていう感じだね。うん、よし、これいきます。これ後から入れたのに結構食っちゃったんだよな。あ、すごい、ほんとだ。困ったよな、このボトル。平田は育つんだけどさ、大越えるといじけちゃうさ。入ったね、あ、でけえ。うん、さっきのと比べると相当でかいな。これ兄弟？兄弟、こっち全部兄弟、うん、やった、それでも50。この体重がそのまま体になんねえだよな、このボトルだと。あ、そうなの、うん、50.2。でも1本目で50あれば俺は上等と思うけども、そういうもんじゃないか。うん、そういうもんでもないか。難しいっすね。難しいっすね。そのまま難しいっすねって返しますよ。だいたい冬このキノコ出さないようにして飼育するのも難しいもんね。あ、やっぱ風が当たる方が出やすいの。風が当たる方が出やすいし、温度変化 もちろん温度が上がったり下がったりしやすいじゃん、そういうとこは。うん、あ、でっけえ、これ一番でかくない？どうかな、同じ感じのような気がするな。一番でかい、兄弟の中で。どれ？全然だった。デタラメ言ってるだけになってるやん。でかく見えるけどな。グラタンみたいな色になるね、それ。上が。グラタン？うん。これはだいぶ残ってる。細いか、うん、41だ。本当だね。さあ、このパターンだとこれは2,3とかに入れてもう一回見るパターンの方がいいかな。よし、ラスト。わお、まだキノコが生き生きしてる。生き生きしてる、ムーミンダニ。最高が52とかだったっけ。うん、52。うん、一応これ先の半月さえ早いグループだけちょっと3200にします。
でこっちのグループはもうちょっともう一回様子見たいので、あの2300で入れ替えて、うん、でもう一回こっちは入れ替えるようにします、うん、でそこで 70g いってなかったら今年も失敗しちゃったなっていうやつで、チラチラ大丈夫ですか？大丈夫です。まあ去年もあれ前も映ってるって。じゃあ入れ替えていきたいと思います。はい、50g いってるこの2つは一応今見に行ったらね、3手にうまく回ってるやつが2つしかなかったので、うん、この50いってるやつを2つを3手にしたいと思います。はい、これはもう交換なしってこと？これ一応交換なしでいく予定、うん、50のこのいつらは、うん、で2点3のやつはもう1回かなって思うけど、僕は3本だけどスマトラ2本にするんだね。交換回数減らしてね、うん、サイズ出したい。103まで行ったから1400からこれに入れて浮かさせて、うん、あ、そうなんだ、うん、行くんじゃないかなとは思うけど、でそれが日本浮かが、うん、そのスマトラの、あの飼育のセオリーなの？全然完全なセオリーじゃないと思うけど、一般的にはそれの方がサイズは出しやすい。へえ。でそれは60近くまで行ったんだよ、あ、重さが、うん、60ぐらいで、あれか、あ、そういうことね、1本目で60ぐらい行って、うん、ぐらい近くまで1本目で60ってやばいな。でもこの間入れ替えたやつもあれだったよ、58だったよ最大。あ、あれ1本目だったの？あれ1本目だった。あ、そうなんだ。だから温度の違いでやっぱ、うん、そうだね。あれ20ぐらい22あれも2、あれでも俺の一番奥側にあったのとそこの下にあったちょっと結構寒いじゃん、うん、で17度ぐらいのとこと、うん、20度ぐらいのと2つに分かれてたと思う、うん、だから同じぐらいいったなと思ったんだけど、これもで、うん、ちょっと1ヶ月やっぱ早いかなって感じ。俺も4ヶ月こう経ってたもん。あれ、これも4ヶ月じゃないの？うん、うん、9月の終わりだから。これは全部食い上げられるの？一応食い上げられると思う。おでもさ、これ1本で50乗るじゃん、うん、これ全部食い上げたらどんぐらいになるんだろうね。さ、ちょだから本当はちゃんと食えれば 70g ぐらいいって、うん、105ぐらいが出るのが理想さ、うん、それはその虫のポテンシャルにもよるけどさ、うん、もう100はいくとは思ってるさ、これぐらいの体重から入れても、うん、ただ理想から言えばこの段階でもう1ヶ月で60まで乗ってるのが一番いいかなと思うさ、うん、これぐらいがちっちゃい幼虫って感じ、50ぐらいのやつが、うん、で、でかいのはもう60ぐらいまでいってるのが理想かな。だから幼虫も個性あるからさ、うん、よっしゃ、あー、なんかすごい圧巻だわ、そのボトル、ね、さっきまでこのちっちゃいのだったからさ、並んでるのが、うん、やっぱデカさん違う、テーブルほとんどこれが占めたみたいになってる、うん、じゃあ一応さっき言ってたようにこれ入れ替えて 50g 台の2つをこれに入れて、これは一応羽化まで持ってってもらいます、うん、はい、で本当に綺麗に8割ぐらいを食べ上げるようだったら途中交換一応する予定で、はい、その段階で途中かき増しちゃうようだったらもうおしまい、はい、って形で天野さんお願いします。わかりましたそれではこんな形で、まあこれ入れ替えれたらまたみんな見てもらいたいな、入れ替えたら、まあ、ここのタイミングで合うか分かんないけど、こんなでかいの出てくる動画で合うか分かんないけどね、そのタイミングが、うん、まあ入れ替えれたら録画したいと思います。はい、それではソロドボー。